クラブ美談。日本最高級の店舗展開をする大型グループ、グループ BJ。 その頂点に君臨し、美しき男が集うこの場所はグループ内で最も昇格するのが難しいと言われている。そんな中、昇格を決めたプレイヤーが続出。ゆきね、二階堂ひじり、夢咲ひかる、ルカ。新たなステージに足を踏み入れる彼らの歴史的瞬間。2日間に分けて行われた昇格祭に密着。4月9日昇格祭初日、多くのお客様で盛り上がりを見せるクラブ美談。そして今回、副主任に昇格した2人のホストに密着した。昇格者の皆さん、おめでとうございます。シャーベルショー、ルカ君、はい、皆様、シャンパンありがとうございます。そしてね、一緒に昇格した皆さんと、まあ、この後にまだイベント控えてる皆さんもおめでとうございます。はい、昇格したからにはね、だいぶ引っ張っていきますし、まあ、昇格できたのも姫様のおかげなんで感謝します。ありがとうございます。あ、もう純粋嬉しいです。割と早いと思います、まあ、今このタイミングで新店舗を出させてもらうので、出すからには今の美談をね、超えれる店舗には自分がしなきゃなとは思ってます。個人の目標としては、今年は1億絶対売りたいんで、まあ売れると思ってるので、着実に頑張りたいなと思います。はい、でお店に関しては、僕と光副主任が店引っ張る立場なんで、2人でね、いいお店作りたいと思いますし、なんか社長のことをね、嬉し泣きさせてあげられるようにね、自分が手足になりたいと思います。いきますね。これだけはね、ちょっと1個言っとかなきゃいけない。うん、僕が離れるってことは、日本でいう重要文化財がなくなるみたいな、そういう感覚なんですね。あの人たち大丈夫かなって思ってるんで、昇格の遅かったね、夏副主任に引っ張ってもらわなきゃいけないかなと思います。同じく副主任に昇格を果たした光、ルカに続き負けじとシャンパンが入る。昇格生は全員で飲みましょうか。指名して、日付変わって、ちょっと綺麗に今こんなにも大きくなりました。まあ、姫様ね、自分の夢に向かってこれからも頑張ってください。はい、まあ、リアル嬉しいんですけど、昇格って実際マジ興味なくて、なんでかっていうと、変な言い方、僕まだ23歳なんですよ。僕やりたいことがいっぱいあるのね。立場が作られると、立場によってできないこと増えるのは、昼も夜も世界も一緒じゃないですか。嬉しいけど、その反面、自分の幅狭まっちゃったなって悲しさはあります。ライズに関しては、僕は正直全面的に期待してます。いてくれるメンバーがみんな能力が高い、個々が高いで、それを引き上げれる自負が僕にはある。だからそれに関しては不安は正直ない。不安よりかは、これからの展開を楽しみにします。僕は普通にこう、他のホスガルと違って、なんていうかな、その仲間意識が強いんで、何でもなるかなって思ってます。今回、副主任に昇格した2人は、新店、クラブ美談ライズへ移動が決定。絆や信頼、高い仲間意識から不安はなく、自信に満ち溢れていた。今後の各店舗について、仲間たちにも聞いてみた。まあ、病んで、やめないようにね。まあそれ冗談ですけど、いいんじゃないですか。新しい、まあ、店が管轄から出るってことなんで、まあ、それだけ、まあ、美談で言えば結構その社長が支えてくれてるっていう部分は多いですし、例えば結構長めのお客様だったりとかも、担当と揉めてる時に社長が入って話聞いてる場面とかも結構見るんで、まあ、そういうのがまあしにくくなるのかなって思うと、ライズに期待というか美談が不安
なとこありますけど、だから美団の従業員がね、一人一人関係性をちゃんと深めていかなくちゃいけないのかなっていうところを思ってはおりますね。ライズはまあうまくいくんじゃないですか。まあやっぱ、まあ兄弟店舗というか、兄弟というかライバルみたいな感じになっていくと思うので、まあ僕らも負けてられないなっていうところと、まあまあの人数持ってかれちゃうんで、まあ結構いい勝負するんじゃないかなと思うので、まあ負けないように頑張っていきたいなと思います。中にはまだ昇格こんなもんじゃないなって思って頑張ってる人とかいるし、まあ今日やってるルカ、ヒカル、ティジリとかは特にそう思ってるタイプだと思うから、まあ今日昇格祭っていうのはあるけど、今後の方が期待できると思うし、まあ、向上心が高すぎて見えないところまで行っちゃってる3人だと思うんで、そこに負けないように僕も頑張ろうと思ってます。はい、これからね、みんなで同じメンバーでヴィランを引っ張っていけるって考えたら、仲間が増えたこととかは、嬉しいし心強いなって思います。入ったばっかの子たちとかが多いんで、キャリアがない子とかで、今こうヴィランでもナンバー入ってなかったりする子たちも結構いくから、まあ、そういうメンバーが進展いって新たな気持ちでなんか売り上げ作ってたりしたらすごい嬉しいし感動するなっていうのがあるんで、まあ、そういう部分に期待して店舗としても、ね、ヴィランとね張り合えていけたらいいのかな。うちのお店の中でも本当にえりすぐりの酒癖が悪いやつが集まってると思うんで上のねルカ副主任とヒカル副主任もそうなんですけど、酒癖がね一番気をつけてほしいなと思います。まあ、やっぱり別れることによって人数も減ったりとかするので、いきなりこう困る部分だったりとか、まあ、対応できない部分とかもあると思うんですけど、そこでまたプラスなのが、まあ、責任感だったりとか自分がやらなきゃっていう風になって、まあ、売り上げ上がったりとかするので、まあ、新たな売り上げを上げる人が出てくれればなって、まあ、そこにまず期待してるのと、工藤要社長が、まあ、2店舗目ということで、まあ、成功してもらわないと、まあ、僕も店舗出せないのでまあ、ヴィランとヴィランライズは絶対成功させていきたいです。ライズはヴィランの姉妹店として出して、姉妹店だからそこの本家よりは超えないだろうって、僕はもう本当そんなこと思ってなくて、今のヴィランもう全然超えてほしいし、まあ、ライズメンバーにはそれ常に日頃が言ってるんですけど、まあ、今のままじゃ足りないよって結構厳しめに言ってます。まあ、あいつらだったらまあ超えれるかなと思ってるんで、まあ、そこもね、期待込みで、まあ、僕もね頑張るんで、ぜひね、まあ、見てくれた人は、まあ、ヴィランも来てほしいし、ライズもね、よろしくお願いします。多くのスターホストたちが集うクラブ美談、分店が決まり勢力を拡大し続けるこのホストクラブは今新たな仲間を求めている。そうですね、まあ、めちゃくちゃ従業員募集してるんで、今また人数を増やしてまた分店みたいな感じでしていきたいし、まあ、規模感アップもしたいので頑張りたいのと、まあ、社長がね、まあ、向こうに行って、まあ、僕が本当にね本当の意味でトップになるんですけど、まあ、僕はそこを冷静にね、まあ、教えていけたらなと思いますし、まあ、僕もまだまだ若いので、一緒にね、頑張っていけたらなと思います。はい、これを見てるまだホストやってない方、正直僕もホスト始める前はエンジニアだし普通に会社員やってたし、僕も4年ぐらい昼食やってたので分かるんですけど、やっぱ夜やった方がねめっちゃ楽しい、稼げるし、昼食で3年で300万貯めたんですよ。300万貯めてホスト始めたけど、1年で500万ぐらい稼いだから、自分の経験として夜食は1回やった方がいいと思うんで、マジでやった方がいい、やらないと自分の人生絶対後悔するから、本当にぜひ美談でお待ちしてます。まあきついはきついよってことは言いたい、個人事業主だから雇用されてないし、ミスしたら首切られる覚悟でやってほしい。でもその分お金も入るし、信頼もっと入れるし、立場も増えるし、可能性もめっちゃ広がる。それは分かってほしいかなって僕は思います。この2年で思ったことだけだけど、僕はグループ BG に入って美大に入ってよかったなと思ってます。売れたい人、ホスト行ってみたい人、これは来てほしいかなって思います。後悔はさせません。ここに入る子は僕は絶対面倒見るから、それは分かっておいてほしい。それは嘘偽りない。よろしく。
か、まあ、これから上がってくるやつ、美大配列に言うと、ヒカルと仲良くなれば何とかなるよっていう。僕社内政治得意だから。美大の麻生太郎って呼んでね。僕は SNS からね、お客様来てくれるケースも多いので、もしね、これから入ってくれる子がいれば、僕が SNS は全然見るんで、一緒にね、インフルエンサーになりましょう。待ってます。マニーマニー、プリーズマニーマニー、レッツゴー。